青木さんのパソコン教室にやってきました。で今回私が今やろうとしていることはですね、この素敵な AC ヴィランのトップ画像をですね、この枠にはめるぴったしに来るようにしたいと思います。では講師の青木さんです。じゃあ行きます。まず今教えてもらったんでやってみたいと思います。まずですね、右クリックをして、で個人設定ですね。でこれをデスクトップの背景を押して、でここが今注文表示になってるから、これを画面に合わせるですね。そうすると、ああ幅がいっぱいになりましたね。変更を保存。そうしたらなんと、あ、これがいつもですね、あのシゴちゃんにやってもらう、なんていうんですか、幅ぴったしのやつですね、はい、これができなかったです。そう、これができなかった。これだけで全然いつも30分ぐらいやってもなかなか。馬場さん的には前のやつと今のやつは何が違う、はい、え、ぴどうもかっこよくないですか、こっちの方が。かっこいいですか。かっこいいじゃないですか。もうこれが僕の、あのデスクトップ、つまりデスクトップの状態が、自分ではちょっと気持ち悪いというような状態だと作業に影響します。不本意なんですうーんって、仕方ないって言っていつもトップ画面を仕方ない気持ちでやってたんですけど、今日からすっきりと。ああ、ということは作業に影響がある。いや、もうものすごい影響しますね。影響がある。はい、もうやる気が、テンションが上がらないですね。うん、デスクトップ。デスクトップ一つで、ね、一つで、ね。そういうことなんですよ。重要ですね。重要です。そして続編はこの後、この、顔潰したりとかした。顔潰した。これ蚊ですね。蚊が潰れてますね。はい。ゆすり蚊かな。これを今度きれいにしようと、パソコンをね。これどうやってきれいにしていいかがわからないんで。どうすればいいんですか、青木さん。用意したのはエアーダスターと。エアーダスター。なんかプロレスの技みたいですね。飛び技っぽいですね、エアーダスターって。エアーダスターとハヤトールとミニ、なんだ、綿棒、綿棒と綿棒で、ダスターです。ああ、はい、はい、で、はい、まず、はい、大雑把に、あ、めっちゃ綺麗になりますね。うわー、これあれですね、ダメ、カメラバッグ拾いすぎまあ、ただないだけだ。おぉ、難しいよね。これってさ、はい、こういうパソコンの表示する、売ってます。どういうことだよ、これ。山田電機でも、エイリンでも、これはついてる。コンピューターかな。コンピューターでもありますね。めっちゃ綺麗でした。まあ、スタッと撮ったところで、これが本日のメインですね。油汚れ、ニコチン汚れの洗浄剤、はい、これが強烈です。うちはあれですね、オリーブオイルが飛び交う、うん、厨房の中にこいつはずっといましたからね。はい、で、はい、でガラスクリーナーみたいな感じですか。そうですね、これをなんか通販番組みたいになってますよどうね、ジョージーとかそういう感じ見てみろよって、おー綺麗になった。いやマジですごいですね。おお、みるみる新品のように、買った当初の輝きがあってこれはめっちゃ綺麗になった。これはちょっと手に入りにくいです。あ、それはどこで買うんですか。これは通販ですか。それこそ、あの専門のパソコンショップね。ああ、今回は小牧の方だけど、なかなかちょっと手に入らない。これもキーボードとかはやっちゃダメなんですか。これ大丈夫です。ただキーボードやるときは一旦電源切りましょう。はい、わかりました電源を切るらしいです。はい、おお、ん、綿棒は
まだこの後半出てくるんです。あ、ここですね、隙間掃除ですね、はい、なるほどな。じゃああとは電源を切らないと感電するとかそんなことですか。っていうか万が一ショートしてパソコンが、なるほど、いかれるとか、物臭な目的はあれですね。さっき本来はさっきディスプレイを拭いた時もできれば電源を落としといた方がいいですね。わ、はい、かりました。めっちゃ綺麗になりましたねこれ。なりました。まだ、まあ、ざっとやっただけなんで、うん、細かいところまでは行ってないですけど、うん、こういう際とかね、いやもう十分ですよいやいやいや、この後でこれ同じように、これはあれですか、サングラスとかもできちゃうわけですか。大丈夫です、だってマウスとかも大丈夫、すべて、おーオールマイティ。なるほど。だからあの何、換気口、油汚れ、はい、あれも全然 OK、 換気扇とかもそう逆に言うと換気扇とかのマジックリンとかじゃダメなんですか。あれよりも強力。あ、ここでじゃあ一回切ってですね、はい、あのどうなったか使用前使用後やってみましょう、はい、では切ります、はい、一応。いや、そのままで大丈夫です、はい、あの掃除が終わったんですが、はい、綺麗になりました。ご苦労様です。めちゃめちゃ綺麗になったんで、はい、まずパソコンを、あ、でもまだあれですね、まだカスが飛んだやつが、飛んだやつがまだ映っちゃいますね。これまだまだまだ綺麗になりますけど、かなり綺麗になりました。これでこっから先、この動画を見る人の責任によって今からあの取れたゴミを映しますんで、見たくない人はここで動画を停止してください。閲覧注意、はい、そうですR指定とかそういう感じ。ちなみに取れたゴミはこれです。じゃじゃーん、ですね、だいぶ汚かったですね。ということで、はい、ご苦労様、気になりました。ありがとうございます、はい、今度青木さん、今ちょっと話に出たお掃除大会、そうですね、12月の25日木曜日午前10時から、夕方3時半まで、この時間帯でよければパソコンのお掃除大会をしましょう。場所は、アイビル3階の、会議室、市民活動支援センターの中にある会議室、そうですね、アイビルは、JR 一宮駅の上にあります。はい、はい、ではこれ参加すると駐車場とかなんかあの券とかも2時間までは、駐車券もらえます。おー、ということは2時間以内にきれいにして帰れば駐車無料という、はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。